三味線のこう長弦の合わせるチューニングなどの、えー、音の合わせ方は基本的に、えー、とドレミファソラシドとかコードで言う CDFG みたいなことは全く言わないです。えっ、ー、とまああのポップスやる時とかは言うけども基本的にえっ、ー、と現場とかだと1、えー 本、本、三味線の長弦の単位はまさしく本で言います。この曲4本で弾きましょうとか、えー、と歌いづらいからじゃあ2本でお願いしますみたいな感じで言ったりします。民謡の現場に行くと基本的には尺八もいるんですけども尺八は何尺何寸っていうのが、えー、と音の合わせる単位です。その場で長さ変えたりするんですよね。えー、と歌の人は 尺八の人にも、えー、三味線のうちらにも何尺何寸っていう感じで、えー、言ってくるんで僕たちは、えー、っとその尺八の、えー、っと音の合わせ方も知らなきゃいけないっていう感じです僕のの民謡の現場ではそういうい感じになってます。